おいてめえ、これどういうことだ。この二人には他の場所のマナ封印装置を破壊してもらった。俺の見てねえとこでやることやってたのかよ。貴様、魔法騎士団、なぜここにいる。魔法騎士団は敵。今ここで引導を渡してやる。肉、魔法騎士団、殺す。チッ、やる気満々かよ。敵の敵は味方というやつだ。目的がたまたま一致した。それでも王国民かよ。死人は王国民だ。さあ、泣きまめき絶望を殺してやる。これからこれは何の騒ぎかな、フレーゼ卿。私の連れとお主の友人のソリが合わんらしい。そうか、私の友が失礼した。それにしても、黒の防牛団長、君がフレーゼ卿の連れとは、なんとも面白いことになっている。てめえの髪型ほど面白くねえよ。フレーゼ卿、間もなく日暮れだ。我々は動く。うん、私もここの封印装置を破壊したらお主らを追う。どうしよう、頼んだよ。行こうか、ベッド、ファナ。さて、最後の仕込みだ。待て。ほう、カルナを殺す覚悟ができたのか。てめえを止めるならもう今しかねえ。私が何をしようとしているのかわかるのか。今夜連中が王都を攻撃する。てめえはその混乱の中王都に侵入し、皆既月食で姿を現す赤い月の魔力と暴走したゴーマ地帯の魔力を合わせて王都を破壊するつもりだ。見てきたように言うのだな。見てきたさ。時は来た。また助けられねえのか。どうした、やらんのか。どうして
かな。どうして止めてくれないんですか。約束してくれたじゃないですか。なのにどうして。せっかくの機会を無駄にしたな。しまっ。まだ生きていたのか、黒の防御団長。この王国のありさまは何だ。フレーゼ卿の働きで我らの悲願は成就した。そのフレーゼ卿はどうした。用が済めば他の王国民と同じだよ。等しく我らに裁かれたさ。全てが終わった景色の中で、君はようやく笑った。意味わかんねえよ。かつて君たちに仲間を奪われた我ら、今我らに仲間を奪われた君、今になって君と私は同じ気持ちを共有しているだろう。だからどうだったんだ。今さらお友達になりましょうってね。いいや、最後の決着にふさわしい。だったら望み通りにしてやるよ。これはどうか。終わりの時だ。神罰の攻防。次元もう休んでいる。もう遅い。私を倒したところで、君が守るべき王国はすでにない。時計の針は巻き戻らない。君も私と同じ苦しみを抱えていくといい。ああ、みんな、終わったよ。今、会いに行く。満足そうな顔して行きやがって。だが、あいにくだったな。てめえは知らなかったみてえだが、時計の針は巻き戻せるんだよ。させねえよ。さあ、舞台は整った。あとはカルダ。また貴様か。奴らの誘いには乗らなかったようだな。いいだろう、最後に別れくらい言わせてやる。カルダ、お願い、私を殺して。
このままじゃ、お願い。愚かだな、カルナ。時は来た。なんだこれは。ゴーマ地帯のマナを集めているのか。なんて魔力だ。さあ滅びるがいい。私を裏切った愚か者たちよ。させねえよ。なんだ。術式が相殺された。私の首飾りがもう一つだと。よっ、ご無沙汰。こいつのマナは。あなたは。ああ、細かい説明後回しだ。見ろ。マナが落ち着いていく。ここまでか。残念ながら失敗だな。だが忘れるな、我々はクローバー王国を許さない。貴様らを滅ぼす、その時まで。